皆様こんにちは。タロット歴24年目のモセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、先日、私は YouTube を始めて無事1周年を迎えることができました。それで企画をさせていただいたんですけれども、応募くれた皆様どうもありがとうございます。無事ぴったりカンカン賞の方がいまして、そうですね、今月来月の上旬までには YouTube 内で動画を撮っていこうと思っています。まあその当選者の方とも連絡が取れて今やり取りをしているところです。はい今日も咳が出てごめんなさいね。はい、早いもので11月末ですね。23日は勤労感謝の日ということで、お休みの人も多いかもしれません。大きな流れを言いますと、26日の木曜日が不正受日、まあ分かりやすく言うと良くない意味の強運の日ですね。吉凶の凶の日だから、あまり新しいこととか始めていることはお勧めしません。逆に27日は一粒万倍日となっていますので、新しいことを始めるのおすすめかもしれません。まあ来週の月曜日になるんですけれども、30日は、ね、双子座で満月がやってくる、そういう流れになるので、また今満月に向かってね、こう運気が上がっていく人もいるかもしれません。そしてこの1週間の深掘りを私の個人鑑定を受けてくださっている方いらっしゃるんですけれども、ご自分でねお仕事をされている方なんだけれども、とても楽しみということで言ってくれているので、今日はですね、ちょっと後で色を言いますね。この、ね、グッドタロットから全体運、そしてこちらから、仕事運、そして金運、そして恋愛運、そしてアドバイス、1週間のセブンデイズというこういう流れで見ていきたいと思いますので、今まで金運と仕事運を一緒に見てたんですけれども、今回はカードをバラバラにして、より深く見ていこうと思ってます。はい、1番の方は、はい、こちら赤の方です。失礼しました。そして2番の方、黄色です。はい、そして3番の方、ブルーとなっております。さあね、もう今からシャッフルしていくので、再度シャッフルしていくので、なんかこうお好きな、ね、ものを選んでいただいてもいいですし、まあ色直感からもちろん選んでいただいても大丈夫です。まあ自分で見ると案外ドンピシャの時が多いので、多いというか、おーって感じですね。はい。多いので、よかったら、皆さんにもいい意味で、的中率が上がるといいなと思ってます。はい、じゃあ早速、1番の赤の皆様から見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の赤の皆様。まずこちらグッドタロットを全体運としてシャッフルしていきます。はい、こちらは私は目を閉じて、まず全体運の流れとしてこちら1枚出していこうと思ってます。はい、目を閉じております。これかな、こっちかな。はい、まずこれが全体運の流れ、そしてね、今度はこれが仕事運です。さあ、赤の皆様の仕事運、ね、どういう流れになるのかな。はい、仕事運です。はい、そして今度はこれが金運で出していきます。で、今週というかね、月曜日からの金運、はい、これですね。そして、はい、これ恋愛運です。これね、恋愛運はね、やっぱりね、とても気になるところですよね。こちらはね、カードを2枚出していきます。はい、あと
日はこちらアドバイスカードということで、ね、これもねとっても可愛いあのフェアリーのカードです。じゃあこちらもアドバイスとしてカードを出していきます。そして同じくこちらもアドバイスです。はい、こちらからね、さあどんなアドバイスカードが出るかな。ね、すごいあったかいけど11月末という、なんとなくね、ちょっと今年は不思議な1年でしたね。はい、でこちらは後ほどちょっとセブンデイズで出していきますので少しお待ちください。じゃあまずこちらのカードをねバーッと開いていきましょう。まず全体運、はい、ワンドの3のリバースですね。なるほど。何か物事がなかなか発展しにくかったり、現状維持のままだったり、コミュニケーション不足がなんかね今週はあるかもしれません。いわゆる物事を進ませたいと思うんだけれども、そこから何か動かないっていう感じで、まあ、ここのね3というかあの数字が出てるんだけれども、まあ、三角関係とかそういう意味合いもあります。まあ、恋愛だけに限らずね、ちょっとこう人と人との間に入るとか、そういうことも考えられるかな。でこれが仕事運です。さ、仕事運、コインの5のリバースでよかったね。うん、仕事運、まあそうですね、まあギリギリ首がつながってるかなっていう状況で、これがねあの正位置だったら、あの本当にこれ貧乏カードって言われていて、失業とか表すんですよね。でもまだリバースだから、いわゆるギリギリつながってるよって感じ。でもね、不安定は不安定なのかもしれない。ちょっとこれは、じゃあこれがね金運です。さあ金運、星いいですね。うん、金運に関しては希望をね持てている状態ですね。まあいろいろないい意味の見込み違いの、例えばこうねお金が例えば入ってきたりとか、なんかこう自分がこれぐらい欲しいなっていう金額が入ってきたりもらえたり、うん、こうそういう感じになってるので、うん、赤の皆様これ金運はねいいですよ、とてもいいですね。うん、じゃあ恋愛運見てみます。さて、おベリースーン出たね。おこれは、あこれはなかなかすごいですね。これはね、いわゆるソウルメイトがもう少しで出会えるよっていうことなんだけど、それプラスベリースーンが出てますからね。だから今週の出会いというのは、あの赤の皆様にとって本当にね、魂前世で一緒だった人っていう人とのソウルメイトとの出会いがあるかもしれないし、もし今ね、まあ、恋愛中ですとか片思い中、復縁望んでる人、いろいろなタイプのねあの方いらっしゃると思うんだけれども、今週はかなりいい意味で動きがあると思います。うん、いいと思いますよ、恋愛運。さあアドバイスカード見てみますね。さあまずは、あなんかいろんな人が助けてくれるね。はい、そしてこちらは、はい、こういうカードが出ています。何か、こことね、ここで一緒にカードがね、まあ、アドバイスということで、こちら出させていただいてるんですけれども、何かね、この助けてくれるお友達とか周りの方っていうのが、本当に純粋に、なんかね、あなたのことを、なんかね、助けたいとか幸せになってほしいとか、すっごくこうむちゃくちゃ心優しい人たちだと思うんですよね。で逆にね、周り助けてくれる人もいる。逆に赤の皆様が周りの人を助けて、ね、何か私したいな、僕何かしたいなっていう時も、やっぱりこの周りの人と同じような気持ちで、ただただ喜んでくれたら嬉しいなっていう、その気持ちがね、このいわゆるピュアな気持ちですね、その気持ちが今週という1週間をとても、うん、なんかね、素晴らしいっていう一言で終わりたくないなって感じがするんだけど、何かね、恋愛とかこう例えば仕事とかも全部
やっぱりね、天使様とか妖精さんがね、見守ってくれるんだろうなと思うんですよね。このギブアンドテイクとかではなく、ただただ例えばね、幸せになってほしいとか、ただただね、自分ができることをしてあげたい、その気持ちがとってもあなた自身の心も、そしてこの1週間も、もういろんなことが本当に巡り巡って、幸せな時間が自分に返ってくる、なんかね、そういう、もうとにかくいわゆるイノセントですよね。もう純粋、綺麗、心洗われる、ピュア、なんか本当そういうものを今週は一つの、メッセージとして受け取っていただければ幸いと思いました。だから恋愛でもそう、仕事でもそう、とにかくこう、これを私がしたいと思うその気持ち、それをとってもとってもよかったら大切にしていただきたいなっていう感じがしました。なんかね、とても素敵なカードが出ました。じゃあこれが23日からの1週間の流れということで、はい、赤の皆様の流れをね、見ていきたいと思います。お、カードがね、ちょっとこうポンポン出るけど、もう少しシャッフルさせてって感じで。はい、じゃあね、よいしょ、失礼しました。23日月曜日の、はい、じゃあ流れから見ていきたいと思います。はい、じゃあ23、道ですね。はい、23日は何かあなたにとって決断をすること、迷うこと、選ぶこと、そういうのがあるのかな。これが月曜日。もうちょっとシャッフルしましょうかね。はい、でね、24日火曜日、これはね、キーというカード。これとてもポジティブですよ。願いが叶うと言われている。何かね、迷ってること、悩んでることあるのであれば、いわゆるキーですね、解決策が見えるよ、見出せるよっていう日。これがもしかしたら仕事のことかもしれないし、恋愛のことかもしれない。火曜日はね、ラッキーデーと思っていただいて大丈夫。はい、じゃあ次はね、水曜日。はい、じゃあ水曜日、ライダーですね。はい、これはね、出会いがあるとも考えられるし、何かね、嬉しいニュース、嬉しい連絡、そういうのありそうですよ。だからご自分から連絡を取るっていうことももちろんあり、出会い運もね、すごくありそうですね。あ、カードがポロッと落ちたので、これが木曜日です。星ですね。よかったね。すごいね。ダブル星ですよ。ダブルスター。あ、木曜日すっごいいいですね、これ。あ、もう全部いいですよ。願いが叶うよって感じだから。もう本当に仕事も恋愛も、金運も友情運もいいと思っていただいて大丈夫。特に夜がいいかな。はい、そして次は金曜日。これかな。木ですね。はい。金曜日はとてもね、癒し、ゆっくりできる日なのかな。そんなにね、こう忙しいとかじゃなく、こうあなた自身健康で精神的にも落ち着いて過ごせる日だと思います。そんなに動きはないかもしれない。でも金曜日はゆっくりでいいよって感じ。さあ、どういう、なんかカードが今なんかめくりか、あ、これだね。はい、これがね、土曜日、ワンちゃんいいですね。人間関係とか、やっぱりね、友達とのつながりね、友達とのつながりとか、もう本当にね、こう、まあ、親友に出会うとかね、こうそういう、こうプライベートで特に嬉しいことがあるんじゃないかな。はい、じゃあ日曜日見てみましょうね。これかな。おお、月ですね。いやー、これは出会いも恋愛も何にもかもいいですね。今週さ、あ、そんなになんかこう、マイナスっていうの出てないね。
全体的にはね、バンドの3のリバースが出て、ちょっと物事進みにくいかなと思ったんだけれども、迷ったりするのは月曜日かなっていう感じで、あとは金曜日は、良くも悪くも物事がこうゆっくりっていう感じなんですよね。それ以外は本当に、ヤッキー、ライダー、星、ワンちゃん、月。もうなんかね、天体カード2枚も出ててすごいねっていう、ここでも天体カード出てるからね。だから今週の流れ、思ったより悪くないですね。むしろこう、あなたのね、赤の皆様の純粋さとか、本当にそういう、こう、美しい心がなんかね、これだけのこう、いいものを引き寄せるんじゃないかなって気がしました。迷ったとしても無理に決断しなくていいかなと思うのが月曜日。決断は火曜日以降で大丈夫かと思います。そして金曜日は焦らないでっていう感じですね。いやいや、いいですよ。火、水、木、土、日。素晴らしい。なんかね、とてもね、素敵な一週間。特にね、恋愛とかすごい良さそうだよね。特に恋愛と金運は今週はいい流れになるのではないでしょうか。はい、こちらが1週間の流れとなっております。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ黄色の2番の皆様、まずこちらグッドタロットは全体運として出していきます。はい、こちらはね、私は目を閉じてカードを1枚開いていきたいと思います。これかな？はい。い、そしてこれはね、仕事運としてまず1枚こちらからも引いていきたいと思います。これは仕事運。そしてね、今週から新たに金運というのを、入れました。金運、今週の金運ということで入れてます。はい、これですね。はい、じゃあね、皆さんがね、やっぱとても気になる恋愛運はね、こちらはね、2枚カードを引いていこうと思ってます。これが恋愛運。さあ、こちらのね、素敵なカードから、はい、今週のアドバイスということでカードをね、引いていきましょうね。11月も終わりだけど、いやー、1週間がむちゃむちゃ早くて そうなの。さ、こちらはね、後ほど7 days ということでカードを引いていくので少しお待ちください。じゃあまずこちらのカード開いていきますね。まずは、はい、1週間の流れ、ソードの4のリバース。今まで停滞していたことが動き出すよっていうことなんですよね。少しずつ前に進む。今まで休憩とかね。そう、一旦止めていたこと。それが再び前に進むよっていう時期。何か動き出す一週間の流れになりそうですね。はい、これが仕事運。ソードの3か、悲しいね。なんか職場で、例えばいじめを受けてたりとか、なんかね、パワハラ受けてたりとか、なんかね、すっごい人間関係も含めて、
なんかね、とても辛そうに見えるな。もし本当にね、これ精神的にむちゃくちゃきついカードなので、本当にこう職場でいろんなことがあるのであれば、会社によっては人事とか、とにかく、なんていうのかなね、上司に相談したり、その上司からパワハラ受けてる人であれば、その上に相談したりとか、なんかね、とにかく、精神的にしんどいんじゃないかなっていうカードが見えました。なので、一人で悩まないでね、と。一人で泣かなくて大丈夫だよっていうふうに、お伝えしたいな。そっか。ちょっとね、これ、金運、財運ね。はい。コウノトリ。コウノトリで金運ね。これ、飛び立つとか、移動とか、そういう意味があるんですよね。で、実際、子育てをするっていう意味があるので、羽ばたける力がある。そういう意味では悪くないんじゃないかな。あと1枚カード取ろうかな。ちょっとあと1枚カード取りましょうか。コウノトリか。金運、今週の金運として。あと1枚ちょっとカードを取ります。これ。あ、棺桶か。そっか。なんかね、今週、ごめんなさい。棺桶をね、出したからね、ちょっと今週はね、厳しくなった。なるほど。いろんな出費が増えちゃうのかなっていう感じがしました。特に例えばね、子育て世代の人は、そのね、子育てにすごいお金がかかっちゃうとかね。あとは、これね、移動とかも表すんですよね。移動、引っ越しっていうのとかもあるから、そういう日々のルーティンではないところの突然の出費。それがもしかしたらあるっていう可能性と、あと、一旦ね、これ物事が停止するという意味があるので、今週の金運が、いわゆる入ってくるお金、これはちょっとね、停止状態。こっちはね、動き出すって感じが出たんだけど、こっちは停止状態っていう感じだから、ね、ちょっと仕事運も含めて、今週は仕事運も金運も、これはね、無理をしない方がいいかなというふうに感じました。後でアドバイスでどういうカードが出るのか見ていきたいと思います。はい、これね、恋愛運。はい、コミュニケーションのカード出てますね。何かですね。今週出会いもそうなんだけれども、恋愛中の人、いろんな距離感の人そうなんですけれども、お相手様と価値観が違うとか、そう思うことがもしかしたら今週多々あるかもしれません。例えば食事の趣味が違うとか、いろいろ生活習慣が違うとかね。でも、その違いっていうのを違う違うって言うんじゃなくて、きちんとお互いフェイストゥフェイスで話し合うこと、それが大切だよっていうことと、もし今週出会い運があるのであれば、今まで出会ったことがないような、いわゆる、なんかこんな人初めてみたいな、そういう人との出会いも考えられるかな。非常にユニークな出会いがある。お相手様はもしかするととても個性的な人かもしれない。そういう感じが出てます。でも、毛嫌いするのではなく、だからこそ接近していく。そういうのもいいんじゃないかな。はい、じゃあアドバイス引いてみますね。さあ、どんなカードが出るかな。一人の時間、大切にするっていうことと、失礼しました。さあ、こちらのカードは、フレンドシップ出てますね。はい、これね、アドバイスカードがね、すごくこれがね、ちょっとね、両極端のカードが出たなと思いました。なるほどね。やっぱり友達、っていうのももちろん大切にしてほしい。そして困った時、ね、自分が困った時、友達が困った時、もちろんそれはね、助け合うこと、それはね、とってもとっても素敵なことだと思います。ただ、それだけではなく、あなた自身が一人でいる時間っていうのも大切にしてほしいなと。むしろ、例えばね、自然の中に行ったり、例えば早朝ウォーキングに行ったり、
公園でのんびりしたり、そういう時間、本当に鳥のさえずりの声、鳥のさえずりを聞きながら、なんかこうね、自分の心をゆっくりこう解放すること、それも大切だし、で、あとね、ここを一緒になんか感じると、例えばね、お友達、数人と例えばピクニックとかね、今冬なんだけど、案外まだ暖かいから、まあ、日だまりの中、こうそういう時間を過ごすのもいいのかなと思いました。なんかこう、職場でね、傷ついていたり、ちょっと金銭的にもしかしたら厳しい状態になるかもしれない。でも、あなたは一人じゃなくて、助けてくれる友達がいるよ、と。だから、ね、もしやっぱりこう、今あなたがとても傷ついているのであれば、悩んでるのであれば、ぜひ話をね、聞いてもらうこと。そして、大地から、しっかりとパワーをもらうこと。それも大切なのかな、と。よかったらこのアドバイスも取り入れていただけたらと思います。はい、じゃあ1週間のセブンデイズ見ていきたいと思います。23日は日曜日じゃない、月曜日、祝日だからね、お休みっていう人も多いかもしれないですね。はい、まずくるっとひっくり返ったのがユリというカード。うん、とてもロマンチックなカード出ました。恋愛中の人は、うん、本当にね、なんかね、のんびりデートできるのかなっていう感じもするし、ご自分で何かね、創作活動かな、そういうものをされてる人、うん、案外ね、こう、いい作品ができたり、こう、伝統的なものを作っている人、うん、やっぱり同じくいいものができる。そういう、そうだな、どっちかっていうとこれもね、アクセク動くっていうよりはゆっくり動いていくっていうカードなので、ね、お相手様と、お相手様がいる人は、ね、ゆっくりデートをしたり、あとは自分の趣味とか、そういうことをゆっくり楽しむっていうのも、月曜日はいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあね、火曜日です。これかな？はい。火曜日は本というカードが出ました。まずはね、勉強する、本を読むというのもとてもいいです。で、もし秘密の恋愛をしている人は、火曜日はデートできるかもしれませんね。うん。そういう感じがします。そっか。そうだなぁ。うん、うん。そう、表に出せない恋とかね、秘密の恋、複雑な恋愛の人は、火曜日はいいかもしれませんね。はい、水曜日はこれかな？はい。コウノトリ。はい、ダブルコウノトリが出たね。コウノトリ、コウノトリが出てる。何か動き出す。何か自分のやりたいことに向かって動く。引っ越しをする、移動する。まあ、子供に恵まれる。そういう人もいるかもしれません。何かこう、やりたいことに向かって動くっていうのもいいです。はい、じゃあ木曜日はどうかな？これかな？木曜日。はい、これは棺桶のカード。あ、なんか流れが一緒だね。コウノトリと棺桶。ね、ちょっとこの、なんか怖いね。あー、そっか、こういう感じで出たの初めてだから、ちょっと私もびっくりした。ですね、月火星。木曜日は物事がいわゆる一旦中止する。とかね、うん、終わるとかね、そういう感じになってます。で、逆に生と死、始まりと終わり、死と再生っていう意味があるので、全部が全部悪い意味ではないんだけれども、でも木曜日に関してはね、何か今日始めるぞっていうよりは、ちょっとね、ゆっくり、そしてなんかね、プランを練り直すとか、そういうことの方がいいかなと思います。はい、そして金曜日はこれかな？はい、はい、金曜日は家というカード。うん、まあ、これは本当に家でもう仕事終わったりすると、もうね、すぐ家に帰ったり、まあ在宅勤務の人もいると思います。まあ、家で過ごしやすかったり、あとはまあ、これは結婚とか平和っていう意味もあるんですよね。だからお相手様となんか幸せに過ごせるとか、
まあ、ご実家、自分の家で穏やかに過ごせるとか、まあ、ステイホームっていうか、インホームが金曜日はいいのかな。うん。さあ、あとは土曜日。これ。はい、ワンちゃんのカード出ました。うん、あの、友達。ああ、もうズバリこれ友達です。ね、友達、友達。なんか、姉との時間、過ごせるんじゃないかな。やっぱり友達ってあったかいなって思えるような、そういう一日になるような気がします。はい、そして日曜日。はい、あなたのカードが出ましたね。ちょっとあと一枚引いてみましょう。これかな？あ、ネズミか。はい、ここでネズミのカードが出ました。もしかすると、これね、まあ、あなた自身を表すんですよね。見ていただいているのが、男性でも女性でもこれはあなたを表します。そして、あなたとネズミのカード。これはね、例えば、ね、無駄な出費、うん、とかも表すし、あとは健康面を害するという意味があります。なので、ね、例えば、ね、日曜日になると、明日から仕事だっていう感じで、ちょっとね、テンションがガーッと落ちる可能性もあるし、ちょっとストレスが溜まってるからちょっと大きな買い物をしちゃったりと、それはね、もちろんね、悪いことではないと思うんですよね。でも、こう、なんていうのかな、自分が使える額って人それぞれあると思うんだけれども、もしかしたらそれよりも超えちゃうのかなっていう部分が少し気になりました。あのね、今週っていうのが、まあ、ここでもね、コウノトリ棺桶、ここでもコウノトリ棺桶っていうカードが出てるんだけれども、今週ね、もちろんお金使うのはいいんです。ただ、自分でこうきちんとね、いくらっていうふうに、特に日曜日はね、決めた上で、もう現金払いがいいかもしれませんね。カードとかいろいろね、そういうふうなのじゃなくて、と思います。でね、全体的な流れとして、やっぱね、気になるのがね、仕事運と金運なんですよ。で、全体的に見ると、気になるのがね、木曜日と日曜日。この時はね、とにかく無理しないでね、と。でもね、あなたには支えてくれる素敵なお友達がいます。そういう意味ではなんかね、金曜日、土曜日とか、なんかね、お友達の家に泊まりに行くとか、ね、泊まりに来るとか、そういう感じでなんか交友関係、親睦、なんか深めていけるんじゃないかなっていう風な気がしました。うん、よかったですね。恋愛もね、いろんな個性的な人、出会うかもしれませんけれども、とにかく距離が縮まると出ているので、うん、そうね、距離が縮まると出ているので、そういう意味では恋愛にいい日は、まあ、月曜日、水曜日、土曜日は恋愛にいい日と思っていただいていいかと思います。はい、これが2番の黄色の皆様です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ3番のブルーの皆様、はい、まずはね、こちらのグッドタロットからまず全体の流れを見ていきたいと思います。はい、こちら私はまず目を閉じて、はい、1週間のね、全体の流れを1枚カードを引いていきたいと思います。はい、目を閉じてシャッフル中です。これかな。はい、そしてね、まあ、今度はこれがね、金運で、あ、違う、仕事運で出していきます。はい、仕事運のこの1週間の流れ。さあ、仕事運、どういう流れが出るかな。新たに入れたカードです、ね、自営業されてる方とかやっぱね、この金運って気になりますよね。はい、今週の金運の流れ、
っぱね、気になる恋愛運。こちらはね、恋愛運はカードをね、2枚引いていきたいと思ってます。さあ、恋愛運、はい、こちらとあと1枚。さあ、恋愛運で引いていきましょう。はい、さあ、あとこちらがアドバイスね、とても素敵なね、フェアリーのカードなの。さあ、今週のアドバイス、はい、こちらと、はい、あとね、こちらもドルフィンからもね、アドバイスもらいたいと思います。出たね。こっちかな。うん。さ、後ほどこちらはね、セブンデイズで使っていきますので、じゃあまずね、ここのカードを開いていきます。はい、まず全体の流れ、ワンドの4、いいですね。これはね、まあ、家庭の平和とか幸せとか安定安泰、そういうカードなんだよね。だからこう1週間の流れがこう本当に幸せに過ごせるんじゃないかなと。全体運の流れがね、ワンドの4だからいいと思います。調和とかね、そういう感じ。そしてこれがね、仕事運、女協定のリバースか。何かあなたの中でこう自分がやっているお仕事とか、こうもっと自分自身知識つけなきゃとか勉強しなきゃとか、そういうものもあるかもしれないし、こう人間関係が非常にこう気薄になってる気がするんですよね。で、なんかこう寂しいロンリーな感じ、まあ心と心のつながりがないような、こうそういう感じも考えられるし、あとはブルーの皆様から見ておつぼね様っていう人、この人がね、もう意地悪でも厳しくでも、この人のことはそんなに気にしなくていいと思うよって感じがします。うーん、なんかね、もうこの人はこういう人って感じがする。もうね、超なんかちょっとね、冷たくて自己中だと思うよ。決してなんかね、こうブルーの皆様がどうのとか何か問題があるとかじゃなくって、その人の方が問題あるんじゃないって私は思ったりします。うん、なのでもしおつぼねさんで悩んでるのであれば、悩まなくていいからねっていうことを言いたいです。ただ自分自身の勉強不足とか感じるのであれば、そこは一生懸命努力された方がいいと思う。ご自分のためにもですね。はい、でこれが金運。さあ、どうだろうね。お、怒りいいんじゃないでしょうか。これはね、特に自営業されてる方とかも安定安泰で、まあお金っていうカードで今回見ているので、もう本当にこうぐらつかない、安定してますよ、しっかりどっしりありますよ、入ってきますよっていうことなので、今週はいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ恋愛を見てみます。はーい、ね、あなた自身でね、まあ、自分を大切にということ。おー、いいカードが出てるね。なるほど、恋愛運いいですよ。これね、まず恋愛中の人はね、もちろんとってもいいよね。もう本当に愛し合ってるよねみたいな、そういう感じするし、出会いを求めてる人も、うん、これね、なかなかロマンチックな出会いあるんじゃないでしょうか。うん、いいと思う。で、復縁とかね、あのね、こう音信不通のあの人をの人もうね、これいい方向に行きそうな気がするんだけどな。自分からね、ご自分からブルーの皆様から動くことによって何か動きがあるかもねっていう感じ。でもね、とってもいいカード出てる。うん、さあ、アドバイス見てみますね。さてとね、あなたは受け取る側でいいんですよと。さあ、このカードは何かな。おー、冬を待つ、時期を待つ。なるほど、そっか。まあ、これアドバイス
で、まあ、出ているんだけれども、今までどっちかっていうと、こうとってもね、尽くす側だって、これ恋愛だけじゃないんですけれども、尽くす側だったのかなと。なので、まあ、今回ね、ご自分から私恋愛動くって言ったんだけれども、動いた後は今度はブルーの皆様自身が、ね、私僕は愛される側、ね、愛される資格もしっかりあるんだっていうことで、抽象的な表現になるんだけれども、こうしっかりと自分を愛してほしいなと思います。そして今週何らかのきっかけを、例えばあなたがお相手様に送ったとする。そうするとあとは待ちましょう。お相手からの動きを待とう。そうすると冬になる頃には何か動きがあるんじゃないかなというふうに思います。そして今ね、まあ仕事とか、まあ金運とか、まあ全部そうなんだけれども、なんかね、冬を待つっていうカードが出てるので、いわゆるまあ冬って言ったら12月ですよね。12月ぐらいには何かこれはね、嬉しい返事というかね、こう嬉しいこう何か、サムスイングっていうのが何かあるんじゃないかしらと思いました。だから今、こう、あくせく動かなくて、一旦動いたらその後は待とう。あとはね、受け取ろう。そういう感じのアドバイスのような気がします。はい、じゃあね、1週間のセブンデイズ見てみましょうね。まずは23日。ね、祝日の人、ね、お休みの人多いのかな。カードがポロンとなったので、これ、太陽、いいですね。もうぜひぜひ外に出て、なんかね、こうもう遊んでいただきたいって感じ。ああ、まあこれね、GoTo じゃないや。今コロナでね、こうなんか自粛してる人が多い中、こういうことを言ったらね、私は良くないのかもしれないんだけれども、まあ、太陽に当たること、外に出ること、そういうのはね、全然私はいいと思います。で、はい、じゃあ次はね、で、夢が叶う。なんかね、強運の日ですよ、月曜日って。でね、次はね、24日の火曜日。さ、これかな？お、ユリ、いいじゃないですか。なんかね、恋愛中の人、とてもロマンチックなデートできるんじゃないかな？なんかすごくね、セクシャリティのあるカードです。そして、さ、25日。なんかカードが裏返ったね。はい。さ、じゃあ25日の水曜日はどうかな？これかな？はい。花、いいですね。やっぱ、すごいね。なんか恋愛運めちゃめちゃいいんだけど、月火水って。さすがトラストだよね。すごいね。あ、ちょっと待ってね。水曜日もすっごく良くって。あれ、いろんな恋愛の人良さそうだな。木曜日手紙。さあ、自分から動こう、連絡しようって感じ。ちょっと後ほど解説しますね。で、金曜日。ちょっと待ってね。カードが出ないね。さあ、金曜日、これだね。はい、タワー、安定のカード。カードがまた今なんかひっくり返った気がするんだけどな。どうかな？ちょっとじゃあ、いきます。次が土曜日かな？これだね。はい。いいですね。キーが出てますよ。願いが叶うウィッシュカード。いいですね。さあ、あとは日曜日かな？これ。通り。これもコミュニケーションのカードですもんね。月、火、水、木、金、土、日。すごいね。やっぱり、まずね、全体的にワンドの4って出てるから、もう調和、平和なんですよね。で、それプラス、まあ、恋愛運もね、すごくいいカードが出ていて、あとは、ね、アドバイスカードっていうのは、あとは受け取るだけっていう、時期を待つっていうカードがまず出ました。ただ仕事運だけは、ね、自分の専門分野であればもっと頑張ろうねっていうことと、お局様が意地悪っていう人はもうそれ気にしなくて大丈夫、ね、気にしなくて大丈夫であればどれだけ楽なんだっていうツッコミもあるかもしれないけど、でも必要以上に全然気にしなくて大丈夫。で、1週間の流れ見たんだけど、すごいね。月、火、水、木、金、土、日、全部いいじゃんみたいな。特に月曜日とか太陽ですよ。もう太陽ですよ。で、水曜日はこれ花。もうね、恋愛でむちゃくちゃこれ嬉しいカードなんですよね。嬉しいサプライズとかね。
もう恋愛の成就とかそういうのもあるし、でもし復縁とかね、ね、あの人と連絡取りたいっていう方はね、木曜日、日曜日、これコミュニケーションのカードだから、出会いなんかも含めてもそうなんだけど、やっぱりね、あの人にね、自分から動くっていうのは、木曜日、日曜日、とてもいいんじゃないでしょうか。で、金曜日はね、安定のカード。で、土曜日は解決策が見つかるというカード。そう、だからね、すごいね、全体的にむちゃくちゃいいよ。で、あとはここでね、きっかけを、ね、例えばブルーの皆様から動いたら、あとは待っとこうねっていう感じ。すぐにはもしかしたら返信とか来ないかもしれない。でも冬になるまでには来ると思うよという、そういうね、すごいカードが出てますよ。すごい。ね、よかったですね。とてもいいカードですよ。ぜひとも、で、金運もすごくいいしね。いいし、いいし、すごくいいし。なんかこう、自分でお仕事されてる人も、会社員の人も、会社員の人はちょっとこれが気になるんだけどね。でも、そこまで気にされなくて大丈夫です。きっとあなたにはね、たくさんの味方がいると思います。はい、これが3番のブルーの皆様の流れでした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。